第2期本因坊戦は、第1期本因坊戦の終了後の1941年に開始され、1943年に挑戦者、橋本宇太郎が、第1期本因坊理戦と、挑戦手合五番勝負を行った。この第2局途中で、関山が病気危険し、橋本が第2期本因坊となり本因坊勝を合した。毎日新聞との契約金は、 当初97,200円としたが、その後減額して8万円となった。篠原雅美が勝ち抜き。藤沢倉之助、長谷川明ららが出場し、篠原雅美、久保松勝清らが勝ち抜き。勝ち抜き者と、7段の背声検索、鈴木ため次郎、加藤真、小野田千代太郎、北に実る、5 0元らが参加。トーナメント戦では、 1> 第1回は、久保松勝義第7弾。第2回は、北に実る7弾。第3回は、篠原正美五段が優勝。第4回トーナメント決勝は、加藤慎と橋本宇太郎が決勝に進出するが、第1回トーナメント決勝時に、すでに入院中で、決勝戦も、慶応病院で行った。久保松が、この時点で死去。久保松の代わりに、 1> 第1回トーナメント準優勝の橋本が繰り上げで、死の久保松の代わりに、リーグ出場することとなり、第4回決勝は行われずに、加藤もリーグ出場となった。2連勝同士の橋本と北にの対戦で、橋本が白番三目ハンカチを収め、挑戦者となった。1943年5月に、日本棋院で第一局を行い、千番橋本中をしがち。 その後、関山の健康状態が悪く、第2局は7月に延期して、芝の冠水で行われ、関山は、夫人と医師に付き添われて対局した。関山は途中駐車をしては番に向かうという状態だったが、3日目に、千番関山が89手目を一手打ったところで、倒れ、そのまま、入院、橋本が90手目を打って、打ちかけとした。 入院後に関山は、危険を申し入れ、本因坊位は一時日本棋院の預かりになるが、9月7日に、棋院審査会が橋本を本因坊に推薦した。第2期本因坊戦挑戦手合5番勝負第1局1943年5月6から8日、本因坊離戦、橋本宇太郎黒は、右上の守り、左下の行き、右下の大所の3カ所に手を回したいが、 1> 黒1から様子を見て、黒5に守り、続いて、黒13を効かしてから、黒15に守り、白16を打たせて、右下17まで足早な立ち回りを見せた。白も手厚いが、ここでやや黒優勢となった。219手まで黒中をしがち。本因坊決定後、毎日新聞主催の本因坊周囲記念手合として、橋本と、 藤沢倉之介六段との二番号が行われ、一勝一敗となる。続いて、やはり記念大局として、中部新聞などの主催で、本因坊、五制限八段三番号が、橋本先合わせ先の手合いで12月に行われた。第一局は、橋本千番二目勝、第二局は、橋本白番次後、第三局は、橋本千番二目勝で、 橋本の二章一事後の結果となった。本因坊周囲の後で、関山ので死の梶原武雄五段が、死の代わりに橋本と対戦するという話が持ち上がり、毎日新聞や日本棋院の安永一から橋本に持ちかけられた。梶原は、遠山光が後見人になるということで乗り気になったが、橋本は、死の背後へ検索に相談し、話は立ち消えになった。 またこの時の本人防戦の規定では、挑戦者決定リーグの2位または3位の者が、6ヶ月以内に、新本人防に挑戦できるという項目があった。これに従いリーグ2位の北に実るは、日本棋院へ挑戦を申請する。しかしこの規定には、手合い量の取り決めがなく、橋本は、市や周囲に相談して、手合い量は3万円。 全額を公共事業に寄付するという条件を出したが、北に側でこの区面ができず、挑戦を取り下げることになった。ありがとうございます。